赤米。赤米、赤米、赤米とは稲の栽培品種のうち、玄米の主皮、または可比の少なくとも、一方、主に主皮に担任系の赤色色素を含む品種を指す。中国では、紅米と呼ばれる。野生の稲のほとんどは赤米である。古代米イコール赤米とされることもあるが、科学的根拠はない。黒米を赤米に含める場合もある。 民族学者の柳田邦夫は、赤飯の起源は赤米であると主張している。稲には、遺伝的に普通米とは異なる色を呈するものがあり、夕食米や色素米と呼ばれている。通常、夕食米や色素米も、玄米の主皮や果皮などのぬか層を除去して、完全に精米すると普通米と異ならないである。赤米は、玄米外層部の主皮層に、 赤色系の色素が蓄積した米、またはそのような性質を有する稲を言う。赤米は単人ンン系の色素を持つもので、日本、中国、南アジア、東南アジア、アメリカ合衆国、イタリア、ブラジルなどに見られる。夕食米や色素米には単人ンン系の赤米のほか、アントシアニン系の黒米、紫米、四国米、クロロフィル系の緑米がある。 赤米にも、ジャポニカ型の単粒種と、インディカ型の潮流種がある。潮流種は、ベトナムのチャンパから11世紀に、中国に伝播した。赤米品種は、全国的に残存しており、その形質も様々であるが、一般的には、吸費力が強い、病害虫や、気候の変化などの環境変化に強い、棚田などの環境不良田であっても育成が、 比較的容易といった特徴がある。一方、竹が長く倒れやすい、収量が少ないなどの難点も有している。赤米は玄米の主皮、または可比の少なくとも、一方に単人系の赤色色素を含み、主に主皮部に含まれる。主皮部だけでなく可皮部にも色素を持つ品種もあるが、そのような品種は見た目が四国米に近い。 タンニンを多く含む植物には血圧を低下させるなどの薬理効果があるとされ、赤米にもそのような効果が見込まれている。種皮より下にある古粉層やデンプ層まで赤い場合もあり、これは種皮の細胞が壊れて色素が漏れるためと考えられている。色素成分のほとんどは表層十パーセントほどを占めるぬか層にあるため、完全に精米すると普通品種の白米と区別がつかないほど、 白くなる。そのため玄米のまま、あるいは軽く清白して、食すのが一般的である。米が赤くなるのは、もみが成熟し収穫できる直前になった時点である。そのため、収穫のタイミングが早いと米の色づきが悪い。もみが成熟する前に思考が枯れたり願い弱ったりしても、色づきが悪くな。赤米の赤色は貯蔵中であっても濃さを増していく。その原因はタンニーが、 ポリフェノールオキシターゼなどの作用によって酸化重合するためとされる。ちなみにのぎも赤色で、出水の様は田んぼが火事になったようだと言われることもあるが、高温や乾燥によって着色が悪くなる。のぎの赤色が最も美しいのは、出水後1内し2週間とされる。そのままではとても食べられないと言われるほど味に難点がある。原因としては普通品種と比べて、 アミロースやタンパク質が多く含まれることから粘りがないこと、色素成分であるタンニンが渋みを持つこと、赤みを残すために精白を抑えざるを得ないことが考えられる。文献上でもほとんど舌のどに耐えず、毛出し稲米の最悪のものなりなどと記述されているほどである。赤米の味はもち米を混ぜることで改善するとされる。赤米は雑穀米として、 白米や他の雑穀と共に飯にしたり、酒や菓子、麺類などに加工される。酒については、赤米をはじめとする夕食米を使って着色酒を製造する方法が1980年代に日本で考案され、特許を取得している。蒸した赤米を高素材で糖化した後で発酵させる方法で、ワインの製造が試みられたこともあるが、これは十分に色が出ず失敗している。 赤米は脱流しやすく越冬性も強いため、他の補助に混入することがしばしばある。普通米を栽培するにあたっては、赤米などの夕食米が混入すると、米の検査等級が下がってしまう。そのため、自家巻栽培を採用する地域では、歴史的に排除、駆除の対象となっている。観光資源としても活用されており、例えば、山口県萩市、旧須佐町では、 赤米の花が咲く9月中旬に花火フェスタが開催される。期限前に日本に伝来した際、米には白米と赤米とがあったが、赤米は白米によって次第に淘汰されていったと考えられている。伝来した赤米にはより古く伝えられた日本型と新しく伝えられたインド型とがある。日本型は低温に強く、 インド型は低温に弱いという特徴がある。日本の赤米に関する最古の記録は、アスカ系アトエンチ以降から出土した木管にある赤米の納品の記述である。藤原系や平城系の遺跡からも木管が出土しており、そこには赤米、赤月米、赤春米といった言葉が書かれている。後者の木管からは、7世紀末から8世紀後半にかけて赤米が、パン 単語、田島などから藤原系や平城系へ、着物として輸送されていた子や、酒の材料として用いられていたことなどがわかる。小燥院文書の山和の国章税調、尾張国章税調にも、地方から赤米が納められた記述がある。11世紀後半から14世紀にかけて、大東米、東防市などと呼ばれるインド型の赤米が日本にもたらされた。 室町時代中期の前奏、厚生流派が土歩の監視を抗議した内容を聴衆が書きめたノートと歌俗水賞、県民治療は新造では赤米が九州で多く栽培されていると記されている。江戸時代には農賞をはじめとして赤米の栽培や流通に関する多くの記録が残っている。厳しい気候条件に強く、排水不良の土地でもよく育つことから、 低室地や高齢地で盛んに栽培され、新田開発にも重宝されていたと考えられる。近年の例だと、明治期に石狩平野のデータンチを開発する際に、青森から赤米品種の赤質が持ち込まれている。しかし赤米は、基本的に加藤米として記述されており、下級階層の人々の食べるものとみなされていた。中世の年貢産業上には、 赤米で年貢を払った記述が散見するが、領主側からすれば、赤米は年貢米としての価値は低かった。また、江戸時代の藩の中には、価格の安い赤米での年貢納入を禁じているところもあった。赤米は次第に作付けされなくなり、雑草化した。明治以後、赤米は補助の米の等級を下げる加藤米として、全国的に撲滅が行われ、 昭和末までには通常の水田で赤米が栽培されることはほぼなくな。しかし戦後においても赤米が補助に混入する事例が時折見られており、特に1960年代以降の長野県で繁殖を続けている東魂は駆除活動が続けられているが未だ根絶に至っていない。一方で平成に入ると多様な形質の米に関する消費者の興味が高まり、 1989年以降、進められた農林水産省によるプロジェクト研究、スーパーライス計画により赤米も種改良が進んだ。赤米や黒米に古代米という名称を冠して古代人が食べていた栄養豊富な米という宣伝がなされるに至り、赤米はが全注目を浴び、現在では各地で栽培が行われるようになり、作付け面積は年増化している。 古代、ロマンと結びつけられて宣伝される例が少なくなく、吉野ヶ町、旧須佐町のように遺跡や神話と結びつけて栽培している町のほか、旧屋坂町のように赤米に関する文献が残っていたことを売り文句に栽培している町、また南種町のように赤米の栽培が残存していたことを売り文句として、種が島赤米間なる施設まで咲くて宣伝している町もある。 前述のように、日本では明治以降、赤米が全国的な撲滅の対象となった。そうした状況の中、三つの神社で、神事用に赤米が栽培され続けた。岡山県総社市の国史神社、長崎県津島市の田口玉神社、鹿児島県種子島の宝満神社である。総社市新本には二箇所に国史神社、新城国寺神社、 本城国志神社があり、それぞれが赤米を栽培している。栽培された赤米、新鮮米は、岡山県の重要無形文化財に指定されている。タグスタマ神社では、寺田と呼ばれる水田で、赤米が栽培され、神事に用いられている。赤米にまつわる神事は一年間で十三にも及ぶ。ホーマン神社では、オアゼと呼ばれる水田で、赤米が栽培され、 神事に用いられている。その歴史は2000年に及ぶともされている。宝満神社で栽培されている赤米は棒が白いという特徴を持つ。日本型赤米と考えられているが、ジャポニカ米とする説もある。日本における赤米の代表的品種を挙げる。在来品種は古代米としてのイメージには適しているもの。万世、竹が長くて倒れやすい。 収量が低いといった難点もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。